いや、私たちのね、YouTube チャンネルがですね、うん、登録者数が2200人を超えましたので、いやー、ありがたいですけど、うん、で、今回、ちょっとまあ、今更ですけども、私たちのなんか、自己紹介とかを取っていけたらなと思いまして、改めて全部こう、知って、初めて、うん、多分その、TikTok とかで登録してくれた人が結構多いので、そうよね、うん。私たちのそのパーソナルな部分を全然知らない方が多いと思うんで、はいはいはい、なんか自己紹介していきたいなって、そうやね、はい、思います。まず私が、エルフのハルと申しまして、私が荒川と申します。ハッピーでーす。さあ、いら無傷です。傷多いや。これはちなみにあの、はい、ハッピーネスがギャグじゃなくて、うん、キズオエアまでがギャグ。違いますよ。そうやろ、はい、違います。キズオエアっていうのがギャグ。なんで怒ってんねん、私。それのための私のフリー、うん、フリーなの。違いますよ。ハッピーネースやろ、ギャグは。同い年で。はい。24歳。はい。大阪の吉本で活動してるコンビでして、はい、で、まあ普段は吉本漫才劇場っていうところの劇場に所属させていただいてね、はいはい、私ら5年目なんですよ、芸歴が。はい、同期が風数屋とか天才ピアニスト、アンビシャス、キングブルブリン、フミとかが一緒の今劇場のメンバーですね、うん、そう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 。結構私たち同級生って思われがちなんですけど、そう私が大阪の枚方市っていうとこ出身でして、で私があのだんじりの町出身でございます。なんで言いたないね。ざっくり泉州なんやろなぐらいの。そうだから泉州地域に出身、うん、確かに、はい、そうなんです。だから全くちょっと真逆っちゃ真逆よね、うん、そこは。私はお父さんお母さんで私だけの3人家族でございます。春一人っ子やから。そうなんですよ。正直ややこしいんですよ。どこがやねん。カマチュやからね。しっかりしてるって言われんで。私は、はい、お母さん、うん、お父さん、うん、おばあちゃん、うん、兄弟3人なんですけど、3姉妹で、はい、うん、3姉妹長女。この子が長女の世界ってあるんだと思う。それもほんま昔から言われてた。言われてたんや。昔からあの妹たちの方が、うん、あの上で。確かになんかしっかりしてるもんね。そうそう。なんか NSC で知り合ったんで、はい、私たち共通点も何にもなかった。ないない。コンビ名決めなあかんってなって、うん、どうするみたいな。はいはいはい。で私の名前、あの私が飼ってたワンちゃんがエルフっていう名前なんですけど、うん、そうそうそう。でそれをこうたまたまポロって喋ってて、うん、ほんで春が「え、枚方にもあんで」みたいな、うん、ジェットコースターのヒラパーの、そうそうそう、有名なね、うん、木製コースターエルフっていうのがあって、そうあんねんみたいなんで、そうそう、めっちゃ盛り上がって、初めての共通点やな、そうそう、おーってなって、うん、それでしました。そうなんです。深い意味とか全くないです。全くないです、はい、で本来やったら未だに覚えてんねんけど、王将でその会議をしたんですよ。コンビ名どうするかみたいな。そうやな。の時に荒川がもうほんまに、もしエルフじゃなかったら荒川が出してた候補がエビマヨやって。そう、ほんまに危なかったんですよ私たち。エビマヨじゃなくてよかったって今だ。そんなん言ってた。言ってたよ。で私エビそ高校卒業してすぐ入ってるんですよ、はいはいはい、NSC に。で、高校3年間ずっと大阪王将で働いてて、うん、で、相方も私もね、うん、たまたま枚方の大阪王将で、はい、働いてて、私はその地元大阪王将で働いてて、うん、で、エビマヨがほんま美味しいんですよ。美味しい、めっちゃ美味しい。大阪王将のエビマヨマジでうまくて、うん、だからかも。そういうやつしてもなのよ。あぶねえと思って。せーので言う？当てようか。あ、当てよう。私も絶対当たんねえ。うん、だって何回もこの話もうめっちゃしてんもん。あれ、エビ、違う寿司。正解で、あなたがエビでしょ。正解。これは何やねん今の。自分の好きなもの私に言ってた今。エビやろ。もう自分の好きなもの出てもうてるやん感情の。2位分かる、2位分かる。あと2位分かる。うどんやろ。うん、今変わりました。え、それはなしやろ。万華鏡おうちごはん見てないな。皿うどんやで今の私の2位。え、あらかの2位を知らんわ。アイスやん。うわ、もうええわ。私1位アイスかもよ。てか、え、でも、あ、そうか、先輩のご飯連れてってもらうときはアイスって言ってもないもんな。何好きって言われてアイスって言ったら変な気持ちになる。そら私6月16日生まれです。嘘。じゃあ知ってるやん。おめでとうって来たやん
あなたから。そうか、私8月30日で、うん、まひるさん。はいはい、頑張れるやん。頑張れるやん、うん、まひるさん。松潤。えぐ、うん。キャメロン・ディアス。うん、プードル、エイキチさん。最初に言うね、エイキチさんは。エイキチさんとは、こう、8月30日以降は、うん、おめでとうおめでとうって。おめでとうございますって言って。お互いに言い合う。あったらおめでとうございますって言うって。私は A です。私は A なんですけど、うん、ずっと B 型に憧れすぎて B って嘘ついてました。え、なんで？ほんまに怖い話やねんけど。B 型に憧れてなんでなん？かっこえない。え、私 AB って言いたいわ。少ないやん。いや、少ないとかじゃないね、うん、B ってさ、なんかよくさ、はいはいはい、わがままとかさ言われる、言われがちやろな、うん、なんで言われてるか意味わからんやん。わからん。血液型だけで、ほんまに意味やから。それがうちかっこよくて。あー、それは昔から。え、昔から嘘ついてて B です。え、なんなんこいつ。それはなんでなの。でもそう、10分後にはすいません A です。言うんだけど、そう、嘘つき通すわけじゃないけど、はいはいはい、一旦言ってみたんや。そう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 。やっぱこのギャルジャパンチャンネルで、はいはいはい、やっぱ必要になってくるというか、うん、絶対皆さん知っておいておいてもらわなあかん存在がありまして、サブギャルジャパンっていう、今まで私は結構動画上げてるんですよ、うん、そうですね、1年前ぐらいから始めてて、荒川のメイク動画に始まり、カードゲームやったりとかね、いろいろあったよ。そうそ う, そう、こう動画見ていったら、うん、こう当たり前のように出てくる男3人いるんですよ、はい、そのこのチャンネルで同期のアンビシャス森山と、うん、キングブルブリンの田中翔太と、はい、ネイビーベイビーの渡辺慎は、はい、もうほんまに仲良くて5人、うん、この5人仲良くて、はい、ほんまに再生回数一番低いやつが一番楽しかった動画があ あるんですよ私ら。そうなんです、ほんまにね、そのエルフを愛してくれてるし、はい、私らも愛してるしっていう、うん、この5人でなんかこう、これからも多分たびたび出てくると思うんで、うん、ぜひそれも見てください。勝手に今サブギャルジャパンっていうサブちゃんを作ったんですよ、うん、はいはいはい、それラジオとかも上げてるんですけど、うん、そのわけわかんないんですよ、状態的に言ったら。そうやな、元々反映してないギャルジャパンにサブちゃんができてるっていう状態やから頑張らなあかんね、私ら。それは私ら出演中、ほんまにあかんって向こう側から言われてて、なんでなんやろそれは。でもぜひ見てください、お願いします。私は散歩とダーツがちょいちょいやってます。だからコロナ禍になる前にちょいちょい行ってた、私ダーツ。あ、そうだ。死に、うん、シュッて。で、だから多分そのほんまにちょっとずつしかやってないねんけど、さっきの新たな B 型と一緒で言いたいかもせん。え、言いたいだけなのかもしれんけど。何を、なんでここに行きな、わからんねん。違う違う、その趣味ダーツですっていうのがかっこいいと思ってるからかもね。それ女性で、おばあちゃん、私、えってゆっくり聞き直されたよ。ナルトとかも好きやし、アニメも好き。最近は呪術廻戦っていうのが爆ハマりしてます。あんたさ、はい、ヒロアカもね。あー、すごいね。ヒロアカも好きです。いや、これはほんまに、うん、ヒロアカ好きな先輩の前では一番ヒロアカです言うんですよね、はい、ナルト好きな先輩の前では、ナルト昔から一番好きです。で、待ち受けパッて見たら呪術廻戦。裏切り者思って。まあいいんですけどね。でもほんまに一番好きなアニメはクレヨンしんちゃん。あ、もう一番好きです、私は。じゃらかちゃんは、ね、まあギャルに関すること全部。はいはいはい、それは趣味なんや。フックとかメイクとかも好きですし、うん、まあ、韓国語勉強とがめっちゃ好きで、音楽聴くのも好きやし、うん、あ、お酒飲むこと。あー、お酒やな、あなたは。お酒しか勝たんって感じです。ごめん、お酒や、お酒。趣味、お酒飲むことって何なの。え、普通じゃん。全然。毎日、このロング缶一本寝る前に飲むっていうのがもう私の楽しみっていうか。はいはい、だから全部のもう自分のやらなあかんこととか仕事とか終わって飲むのが楽しみやし、うん、まあ、一番は宴会とか、そう、打ち上げとか大好き人間なので、はい、そうやな、あなた。で、お酒。お酒。はい。私はバルーンアートで犬5秒作れるっていう。あ、そうですね、はい、春バルーンアート得意で、と最近発見したのが、うん、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたっていう早口言葉、誰よりも早い。嘘、聞かせて。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おお。いらない、いらない、いらない。こんなやったら今さらしといてくれ。ちょちょちょ、ほんまに上手かったくないだって。おーって、ギャルのひっく
類を聞きたらかったって。じゃあ子犬なるんやとかその言ってる。じゃあそこじゃあそこじゃってなって、うん、なんか悪いとこ探したろって思って、うん、でも完璧やったから。おーって思って。あらかちゃんは。私やっぱギャルモノマネですかね。うん、それはそうやな。200近くなってまして。おーすごいな。あ、そうで、まあ TikTok でギャルモノマネ始めたというか、うん、はいはいはい。まあ、その前は Twitter でずっと上げてて、自粛、うん、期間中、それをまあ TikTok にもあの上げるようになって、うん、でも現在 TikToker としての活動もしてるな、頑張らせていただいてるんですけど、 TikTok 大好き、もう SNS も大好きですから、うん、まあ、モノマネ、ギャルモノマネ、うん、それ以外のモノマネ一切できないけど、ギャルだけはできます。ギャルはもう多分語れへんやろな、誰も。めっちゃあるもんな。めっちゃある。今一個だけ見してとか無理な。最近好きなやつ、うん、あらかん中で好きなやつと。片思い中のギャルがシラフの時、うん、全然全然、はい、全然気にしないでください、大丈夫です、はい、全然全然。片思い中のギャルが酔っ払ってる時、タクヤくん来て、ヨコ来て、ヨコキツ、ヤク向こう行ってっていうやつ。何やねん。じゃあめっちゃわかんねん。なんかそのこういう子が近くにおるとかじゃねんけど、わかんねんけど、キツエが腹立つんですよ。キツエってほんまやから、ベロベロなんやろな。そうそうそう、理性なくなって。一旦じゃあこの初心者編はこんな感じで、そうや、ね、私たちの軽いプロフィールを紹介させてもらいまして、うん、で次回上げる動画ではもうちょっとコアな人、エルフのことを、うん、まあもっと深く知りたいっていう方少数のためのねのためのプロフィールをちょっとまた上げさせていただこうかなと思います。はい、分かりました。では本日は以上です。さよなら。ハッピー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 です。ハッピーハッピーハッピー。